い、こんにちは。チャンネルのアシスタントの小春です。こんにちは、日向です。今回はユニクロの5月7日の期間限定情報を紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。全部で20件です。多いのでサクサク見ていきましょう。ランキング形式で紹介します。まず第10位は、ユニクロ速報アプリができました。番号でアイテムを検索して値段が安いか高いか買い時を判定できます。店頭で買うときにセールが終了して高くなっているアイテムを買ってしまう失敗を防げますね。再入荷の速報も確認できます。動画では紹介していないような商品の情報も見られます。掘り出し物検索やユニクロファン同士のオンラインミーティングなど機能盛りだくさんです。アプリへのリンクを概要欄に載せたので、ぜひ活用してみてください。インストールは不要で、ブラウザから使えます。スーパーのナイロンシャツ、長袖、セミワイドカラー、お値段は1990円。のナイロンなのにコットン 100% でソフトな着心地、80番手総糸を使った美しい光沢感を持つピンオックス素材なのでビジネスシーンに最適。着用時のストレスを少なくするために、細部まで計算されたパターン、縫い合わせの端が見えない巻き伏せ本縫いを採用し、着た時にストレスを感じさせにくい設計に、肩周りを少しゆったりさせることで生地のドレープが綺麗に落ち、ウエスト周りがすっきり見えるように考えられたボディの設計。ポケットは着用時のバランスを考えつつ、実用性も考慮し、ID カードやパスポートが入る大きさに設定。いいですね。日向さん、レビューはどんな感じですか？はい、自分にフィット。ボタンダウンのものだとネクタイを締めてからボタンを止めないといけないので、これはその必要がなくて気に入っています。こちらの商品、コスパ最高です。です。はい。よきよき、ですね。在庫は、まだ少し余裕があるようです。第9位が、スーパーのナイロンスリムフィットシャツ、セミワイドカラー。長袖、お値段は1990円。人気の商品です。はい。今期のアップデートポイントは、ネクタイと合わせやすい台襟の高さと襟先の形に変更。のナイロンなのにコットン 100% でソフトな着心地。襟はよりスタイリッシュに決まるセミワイド。腕が動かしやすいようにカーブの角度を計算したアームホール。身頃をスッキリさせ、生地のドレープの落ち方が綺麗に見えるシルエット。ポケットは着用時のバランスを考えつつ、実用性も考慮し、ID カードやパスポートが入る大きさに設定。いいですね。日向さん、レビューはどんな感じですか？はい、スーパーのナイロンシャツの半袖を作ってほしい購入サイズ、未回答。こちらの商品も価格を大きく上回る材質、形状でコスパ高すぎです。スリムという割にはダブつくウエスト、です。はい。はい、いいですね。第8位は、スーパーのナイロンシャツ、長袖、ボタンダウンカラー、1990円。これは人気がありますね。うんうん。のナイロンなのにコットン 100% でソフトな着心地、80番手総糸を使った美しい光沢感を持つピンオックス素材なのでビジネスシーンに最適。着用時のストレスを少なくするために、細部まで計算されたパターン、縫い合わせの端が見えない巻き伏せ本縫いを採用し、着た時にストレスを感じさせにくい設計に、肩周りを少しゆったりさせることで生地のドレープが綺麗に落ち、ウエスト周りがすっきり見えるように考えられたボディの設計。ポケットは着用時のバランスを考えつつ、実用性も考慮し、ID カードやパスポートが入る大きさに設定。うん。日向さん、レビューを紹介できますか？はい。ノナイロンでストレスフリー。着やすいです。従来のノナイロンシャツよりもシワになりにくいです。以上です。はい。はい。ありがとうございます。第7位が、スーパーのナイロンスリムフィットシャツ、ボタンダウンカラー、長袖、お値段は1990円。人気の商品です。はい。のナイロンなのにコットン 100% でソフトな着心地、80番手総糸を使った美しい光沢感を持つピンオックス素材なのでビジネスシーンに最適。着用時のストレスを少なくするために、細部まで計算されたパターン、縫い合わせの端が見えない巻き伏せ本縫いを採用し、着た時にストレスを感じさせにくい設計に、肩周りを少しゆったりさせることで生地のドレープが綺麗に落ち、ウエスト周りがすっきり見えるように考えられたボディの設計。ポケットは着用時のバランスを考えつつ、実用性も考慮し、ID カードやパスポートが入る大きさに設定。いいですね。日向さん、レビューはどんな感じですか？はい。クリーニング代節約のためにシャツをすべてスーパーのナイロンに変えました。1年前にも購入して着心地の良さは実感していたので、今回2枚まとめて購入しました。とても良い、です。はい。よきよき、ですね。在庫は、まだ少し余裕があるようです。第6位が、エアリズムコットン V ネック T シャツ、半袖、価格は790円。これは人気がありますね。うんうん。ドライ、吸湿、接触冷感、抗菌防臭など快適機能が満載。
ストレッチ性があって風合いが良く肌に心地よく馴染む、インナーでも一枚着でも使える万能 T シャツ。うんうん。日向さん、レビューを紹介できますか？仕事用のインナーとして購入しました。ユニクロ東京で先行販売してたので購入しました。東方女性ですが、クルーネックより首元が詰まっていない V ネックが好きなので、こちらの T シャツは適度な余裕があり着心地がとても良いです。という感じです。はい。はい。ありがとうございます。第5位が、スウェットアンクルパンツ、1290円。これは人気がありますね。うんうん。アンクル丈にすることでよりスッキリとしたシルエットへとアップデート。ワンマイルウェアとしても着用可能。ウエスト、総ゴム入り、調節負荷、内側紐通しあり。うん。日向さん、レビューを紹介できますか？はい。短足の人におすすめのスウェットパンツのスタイリッシュなスウェット、低身長短足の私にちょうどいいスウェットパンツ、以上です。はい。はい、ありがとうございます。在庫は少しは余裕があるようですが、気になったらお早めに。第4位が、ウルトラストレッチアクティブジャケット、セットアップ可能。価格は1990円。これは人気がありますね。うんうん。ウルトラストレッチ素材を使用。ドライ EX 機能付き。フロントジッパーの見せ幅を細くし、すっきりとしたデザインに。運動時でも物が落ちないジッパー付きポケット。蒸れやすい脇革メッシュ素材にして、通気性を確保。脇革待ちを入れて、腕を上げ下げしやすい設計に。これは好きです。日向さん、レビューを紹介できますか？フードなしのジャケットを探していたのでちょうどよかった。サイクリング用途で、セットアップでルームウェアに最適という感じです。はい。うんうん、いいですね。色やサイズによっては在庫が少なめです。第3位は、ジャージーリラックスアンクルパンツ、お値段は1290円。はい、いいですね。はい、不白の表情感、張り感を持つジャージ素材。ウエスト、総ゴム入り、調節負荷、内側紐通しあり。いい感じです。日向さん、レビューはどうですか？はい、楽だけど綺麗に見える。気に入った。履きやすいし、柔らかくで良い。です。はい。なるほど。第2位が、ファインクロスコンフォートシャツ、ボタンダウンカラー、長袖、価格は1990円。マストバイです。いいですね。着心地の良いジャージー素材、お手入れ簡単なイージーケア加工。これは好きです。日向さん、レビューはどんな感じですか？今年出たこれめちゃくちゃ良いです。去年まで出てたイージーケアシャツは快適素材で着心地、使い勝手が最高でしたが、素材感がジャージっぽく、少しカッコつかなかった。素材、着心地はとても良いです。普段ユニクロのスーパーのナイロンシャツを着ているので比較コメントです。という感じです。はい。うんうん、いいですね。そして第1位は、エアリズムコットンクルーネックティ、半袖、価格は790円。マストバイです。いいですね。ドライ、接触冷感、吸湿、などの快適機能が満載。ストレッチ性があって、とても滑らかな風合いで、肌に心地よく馴染む。カットソー感覚で1枚でも着やすい寸法やバインダーの太さに設定。これは好きです。日向さん、レビューを紹介できますか？最近のオーバーサイズではなく、ごく普通のサイズ感で、生地はほんのりとした上品なツヤがあり、高級感のある T シャツです。自分と息子用、XL に購入。ユニクロ U の表コットンエアリズムのインナー型で、もっと薄くて、着た時のヒヤッと感がないので、ヒートテックからスムーズに移行できそう。現時点では真夏どの程度涼しいかわからないけど、綿 100% のインナーより扱いやすそう。襟のルブ編みはもう少しタイトでもよかったかな。普段はレディース S、M を着ることが多いです。という感じです。はい。うんうん、いいですね。続いてランキング以外のものを見ていきましょう。まずはこちらから、スーパーのナイロンスリムフィットシャツ、セミワイドカラー、長袖、1990円。のナイロンなのにコットン 100% でソフトな着心地。縫い合わせの端が見えない巻き伏せ本縫いを採用し、着た時にストレスを感じさせにくい設計に。肩周りを少しゆったりさせることで生地のドレープが綺麗に落ち、ウエスト周りがすっきり見えるように考えられたボディの設計。スタンダードな襟型で着こなしやすいセミワイドカラー。襟が綺麗に開いているので、首周りがすっきりして見える。ビジネスやフォーマルだけでなく、カジュアルにも合う万能の一枚。日向さん、レビューは？はい、素材感、
フィット感ともに最高でした。リピート購入。この価格でこのスペックと見た目。以上です。はい。なるほど。そうですか。ファインクロスコンフォートストライプシャツ、レギュラーカラー、長袖、お値段は1990円。着心地の良いジャージー素材、お手入れ簡単なイージーケア加工、日向さん、レビューはどんな感じですか？はい。以前はイージーケアコンフォートシャツを愛用していました。袖丈を86センチに補正、172センチ65キロでサイズ M を購入しました。仕事でスーツの中に着用するためでした。です。はい。はい、いいですね。ファインクロスコンフォートストライプシャツ、レギュラーカラー、長袖、お値段は1990円。着心地の良いジャージー素材、お手入れ簡単なイージーケア加工、日向さん、レビューはどうですか？はい、同じジャージー素材でも、イージーケアジャージーシャツと比べて、こちらは襟がしっかりしており、ネクタイをしても決まります。ジャージ素材で着心地は抜群ですが、生地にはツヤ感があり、体の線も綺麗に見せてくれるので大満足です。着心地が良く、動きやすい、です。はい。なるほど。ジャージーリラックスアンクルパンツ、デニム、価格は1290円。よりデニムライクな風合いを実現させた、ジャージー素材に変更。柔らかくてリラックス感たっぷりの履き心地、すっきりとしたテーパードシルエットとアンクル丈で足さばきが良い、ウエスト、総ゴム入り、調節負荷、内側紐通しあり、日向さん、レビューはどんな感じですか？普段Lですが、M を購入しました。楽で動きやすいです。2本買いしました。通常サイズで購入しました。という感じです。はい。はい、いいですね。ファインクロスストレッチスリムフィットオックスフォードシャツ、ボタンダウンカラー、長袖、価格は1990円。100番層糸ならではの素材のしなやかさが魅力。洗濯後のアイロンがけが簡単に済むイージーケア。表面に浮き出る菱形の折り地が特徴のロイヤルオックスフォード生地を使用。襟のサイズを小さくすることでスリムフィットらしくスタイリッシュな印象に。肩周りを少しゆったりさせることで生地のドレープが綺麗に落ち、ウエスト周りがすっきり見えるように考えられたボディの設計。ポケットは着用時のバランスを考えつつ、実用性も考慮し、ID カードやパスポートが入る大きさに設定。日向さん、レビューはどんな感じですか？適度にスリムで着やすいです。仕事用のシャツはすべてユニクロに統一。主人用にいつもスリムフィット購入しています。という感じです。はい。うんうん。いいですね。在庫は少なめです。ファインクロスオックスフォードシャツ、ボタンダウンカラー、長袖、1990円。コットン 100% の100番層糸ならではの素材のしなやかさが魅力。洗濯後のアイロンがけが簡単に済むイージーケア。目が細かく光沢感があり、とても上品に見えるピンオックスフォード生地を使用。綺麗めにもカジュアルにも使え、ネクタイありでもなしでも綺麗に決まるボタンダウン。ポケットは着用時のバランスを考えつつ、実用性も考慮し、ID カードやパスポートが入る大きさに設定。身頃をスッキリさせ、生地のドレープの落ち方が綺麗に見えるシルエット。日向さん、レビューは？はい。雪丈を補正していただきましたので、ぴったりでよかったです。仕事用に購入。以上です。はい。うんうん。なるほど。色やサイズによっては、在庫が少なめです。ファインクロスコンフォートストライプシャツ、長袖、ボタンダウンカラー、価格は1990円。上質素材である蝶々綿を高密度に編み上げたジャージー素材を使用。先染め、本縫い、樹脂加工を行い、さらに上質感のある仕上がりに、洗濯後でもシワになりにくく、お手入れ簡単なイージーケア、高いストレッチ性と回復率で上質感がありながら、抜群に動きやすい、動きやすさを考えて、後ろにゆとりを持たせ、袖は前に向かうように設計、シャツとは思えない柔らかさでストレスフリー、シャツの仕立てと見た目にこだわったジャージー素材の新しいシャツ、日向さん、レビューはどんな感じですか？息子の通勤に、ユニクロのシャツはいろいろ買わせてもらいましたが、今はこれしか着てません。ストレスを感じない着心地、という感じです。はい。はい。いいですね。在庫は、まだ少し余裕があるようです。ファインクロスコンフォートシャツ、長袖、レギュラーカラー、1990円。上質素材である蝶々綿を高密度に編み上げたジャージー素材を使用。洗濯してもシワになりにくいイージーケアでお手入れ簡単。高いストレッチ性と回復率で上質感がありながら、抜群に動きやすい。襟、前立ては伸びないように真珠を張り、しっかりした縫製、シャツとは思えない柔らかさでストレスフリー、シャツの仕立てと見た目にこだわったジャージー素材の新しいシャツ、日向さん、レビューは？はい、
ジャージのような着心地抜群の素材、シワが気にならない、オーバーサイズで着て普段利用にも、以上です。はい。うんうん、なるほど。カインクロスストレッチスリムフィットブロードシャツ、レギュラーカラー、長袖、お値段は1990円。洗濯後のアイロンがけが簡単に済むイージーケア、ストレッチ性のある素材を使用して、快適な着心地を実現。着用時のストレスを少なくするために、細部まで計算されたパターン、襟のサイズを小さくすることで、スリムフィットらしくスタイリッシュな印象に、肩周りを少しゆったりさせることで生地のドレープが綺麗に落ち、ウエスト周りがすっきり見えるように考えられたボディの設計。ポケットは着用時のバランスを考えつつ、実用性も考慮し、ID カードやパスポートが入る大きさに設定。日向さん、レビューはどうですか？はい、175cm80kg112cmBLUEL 購入 XL でもいいですが、体にフィットする L 購入。サイズぴったり、シルエットも良い、ネイビーは若干ツヤもあり上品に見えます。会社の制服に使用してます。です。はい、よきよきですね。在庫はまだ少し余裕があるようです。カインクロスコンフォートシャツ、レギュラーカラー、長袖、1990円。上質素材である蝶々綿を高密度に編み上げたジャージー素材を使用。先染め、本縫い、樹脂加工を行い、さらに上質感のある仕上がりに。洗濯後でもシワになりにくく、お手入れ簡単なイージーケア。高いストレッチ性と回復率で上質感がありながら、抜群に動きやすい。動きやすさを考えて、後ろにゆとりを持たせ、袖は前に向かうように設計。シャツとは思えない柔らかさでストレスフリー。シャツの仕立てと見た目にこだわったジャージー素材の新しいシャツ。日向さん、レビューは？はい、ジャストサイズは S でしたが、少しゆったり着たかったので M サイズを購入しました。とてもいいです。できればスリムフィットがあればなお良い。本当に快適。スリムフィットを切望。以上です。はい、なるほど、そうですか。在庫は少しは余裕があるようですが、気になったらお早めに。サイズ表の見方を説明します。まずは身丈から。身丈の線はお洋服を背中から当てた時の長さの目安です。身幅の線はお洋服を着用して腕を左右水平に上げた時に左右に広がる幅の目安です。肩幅は一番上の基準からはみ出す分だけ肩が落ちるイメージです。股下は股から地面までの長さです。股の高さの赤い線から上にはみ出す分は裾直しかロールアップが必要な分の長さです。股上は股からベルトの上部までの長さです。ウエストは腰の一番細い部分の周囲の長さです。158cmでウエスト64cmを基準としました。スカート丈はベルトの上部から裾までの長さです。ベルトを股上26cmの位置に合わせた時のイメージを表示しています。以上、今回はユニクロの5月7日の期間限定情報を紹介しました。このチャンネルではファッションに関するお得な情報や普段のコーディネートの参考になる動画を随時配信していきます。この動画を見てよかった、役に立ったと思っていただけたらとても嬉しいです。チャンネル登録もよかったらお願いします。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、チャンネルのアシスタントの小春でした。また見てくださいね。この動画はユニクロ、ユニクロコーデ、GU コーデ、プチプラコーデ、コーデ紹介、大人カジュアル、綺麗め、低身長、高身長、ハウツー、レビューをテーマにお届けしました。